ちは心理学をもっと身近に、学術系コンサルティングのセカンダリー内間でございます。今回は公認心理師試験対策講座オンライン過去問アレンジ問題、睡眠薬に認められる副作用として不活症候群、アクティベーション症候群は通常見られない他全10問というテーマで、10問ほど問題を出題したいと思います。こちら弊社のアットセカンダリーアンダーバー JP もしくはアット公認ウェブというツイッターアカウントなどで出題させていただいた問題です。こちらの答え合わせをしていきましょう。実際の試験に出題された内容を丸×問題、正誤問題にアレンジさせていただきました。この公認心理師試験対策講座オンラインというシリーズの動画の URL リンク一覧は、本動画の説明欄、概要欄にございますので、ぜひチェックしてみてください。さてでは参りましょう。問1、睡眠薬に認められる副作用として不活症候群、アクティベーション症候群は通常見られない、丸か×かの2択です。いかがでしょうか。そうですね、正答は後ほど、まとめてお話ししたいと思います。では次行きましょう。問2、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律、高齢者虐待防止法において警察署長は